最近のヒップホップに足りない部分はもっと適当にやることですかね。縛りすぎだなって思います。人刺したり脈襲だったりそういうやつは周りにいっぱいいます。で俺たちは俺たちでその道を脱線してヒップホップで頑張ってるみたいな。ヒップホップを好きな人たちだけしかヒップホップは聴かないものみたいな感じになってるんで、アップデートさせられたらいいなと思います。どうも、バイソのタイです。東京都北区王子、隅田川沿いの東映住宅団地、ここに拠点を置くヒップホップクルー、リバーサイドモブ。現在ラッパーのコウが注目されているその理由の一つに、彼の実の弟、リルコウの存在がある。小6の時に冗談半分でヤングフォーエバーっていう PV を作ったら YouTube で大ヒットした。みんな伝えていきたいことってそんなにない。彼らは一体誰なのか、そして何の目的として歌ってるのか。彼らの手で作り上げたこのアンダーグラウンドのヒップホップシーンをもっと知りたくて、王子にあるリバーサイドモブを訪ねた。コウとその他のメンバーと会って彼らの等身大の姿を見せてもらった。これが隅田川ってやつです。でここからこっちが足立区で向こう側が北区になるっていう境目の川っすね。であの団地が俺とリルコウの実家っすね。あの壁沿いに俺友達15人ぐらいで中学の時にバーって落書きしまくって、で何日も連続で落書きしてたら警察普通に来ちゃって捕まって、全部自分らで綺麗にさせられたっていう、あの白く綺麗になってるとこは全部俺らが消したとこっすね。あでもちょっと跡が残ってます。はい。小さい時お母さんがあんま家に帰ってこなくて、で家帰ってきても夜になるとどっか遊び行っちゃうって感じだったんで、いつもおばあちゃんが隣にいて、おばあちゃんにおんぶしてもらって寝るみたいなとか、おばあちゃんに育てられた感じですね。おじいちゃんおばあちゃんこうですね。母親っていう感覚があんましなくて、なんか喋りたくないみたいな、なんかまだ反抗期なのかもしれないです。コウと話しているとお母さんの話題が多かったため、直接会いに連れてってくれた。コウのお父さんは彼が小さい頃に亡くなって、お母さんは麻薬中毒だった。あの頃の思いを綴った曲もあって、それについて聞いてみたかった。団地生活に関して、いつそこに引っ越したんですか？彼がまだ1歳そのぐらいの時かな。あの引っ越した前と引っ越した後のなんかあの違いっていうのは？すごいギャップありましたね。貧乏になってしまって何もしてあげられなくて、もう私も主人のことで精神的にもう本当に病院精神科に通うぐらいおかしくなってたから、家の中ぐちゃぐちゃ、片付けることもできない、ご飯も作ることもしてあげられない、全部おばあちゃんに頼るだけで、その時はお互いすごく苦しかったと思う、うん、もうおばあちゃんと私の喧嘩をし合いぐちゃぐちゃ、うん、曲は全部聴いてます？全部聴いてます、うん、一番なんか印象に残った曲名と歌詞とか、うん、曲名ちょっとわからないけど、お父さんのことのことと私のこと、やっぱり天国にいるパパ聞いてるかみたいな感じで、あと私がドラッグやってたこととか、うん、に関してのことがすごく印象に残って、寂しかったんだなっていうことがすごく胸に打たれた、うん、似たような経験してる人も結構いると思うんで、あんま家に小さい時いなくて、友達ん家行って友達の親が俺の親みたいなとこもありましたね。団地が小さい町みたいな感じで、その中で大体グループもできて、団地に住んでいるから貧乏っていうわけではない。だけど団地にはコウの家庭のように
金銭的に余裕がない人たちが多く住んでいるような気がした。お母さんとのインタビューの後、マネージャー318のスタジオに向かった。そこでコウは彼の仲間を紹介してくれた。みんなそれぞれラッパーとして何かしら共通点を持ちながらビッグになるっていう目標があるように見えた。ヒップホップを通してアイデンティティを見つけたようだ。友達より家族って感じですね。後輩たちがラップ始めたり、ラップやりたいって言ってる子が増えたりで、結構地元のヒップホップの人口が増えてきて、まあ、リバーサイドモブって呼んでるんですけど、川沿いに住んでる俺らみたいなやつらって感じで、いい感じです。しょうもねえ嫉妬やらら闇、気持ちより目線はもっと上、ネガティブはノーコメント、ため息吸う吐き出す大声、死んでもこの音で生き続け、遺言もどれだけ残せるか、まだ俺が俺、いい、同じく川沿いで育ったプロデューサー318は、コウやリバーサイドモブのマネージャーをしている。彼は前から音楽業界の中で仕事をしていたためか、日本のヒップホップシーンでは顔が広いらしい。マネ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 、金のことばっかり、みんなだいぶ欲張り、隠すのめんどくさい、ギャラの話すんのはなしつってんのに、みんな知りたがり、マジ金が全てを動かしてんのかな、いい金悪い金がわからない人はバカ。こうと最初会ったきっかけってなんですか？ミクシーでメッセージが来て、で、はい、そのミクシーってプロフィール見れるじゃないですか、はい、でも見たら18歳って書いてあったんで、うんうん、まあ、ちょっと僕とかそんな値段も結構するんで、はい、まあ、断ろうかなと思って下の欄まで見てたら東京都北区って書いてあったんで、はい、ちょっと地元近いなと思って一回電話で話してみたんですよ、はい、したら地元どの辺なのっていう話になったら、もう本当歩いてすぐの距離のところで、はい、まあじゃあそういうことなら一回ちょっとやってみようかって、安くするよっつって呼んだのがきっかけなんですけど、はい、やっぱりその地元で音楽やりたいっていうのは昔から俺は思ってたんだけど、うん、地元にヒップホップやってるやつなんてもう全然一人もいないんですよ、はい、そういう音楽ブラックカルチャー知ってるやつもいなくて、うん、まあ、こうみたいなやつが最初出てきてくれた時5年前ぐらいはすごい嬉しくて、うん、名前が知れてきて地元でも多分話題になってたと思うんですけど、うん、自分もお願いします自分もお願いしますっていうやつらが出てくるようになって、うん、ラップやりたいですっつって、うん、で今10何人ぐらいいるのかな。日本のヒップホップシーンっていうのがすげえちっちゃくて、日本的にヒップホップっていうの自体がなんか全然広まってないんで、テレビとかにもヒップホップは出てないし、溢れるようになればいいなと、俺が溢れさせられたらいいなと思ってます。318がなければこうもいないですね。父親みたいな兄貴みたいな存在の人ですね。もう自分の PV も全部撮ってもらってて、もうすべて俺の今までやってきたことを全部手伝ってくれて感謝してるっすね。そしてモニーホース、彼もこう318と同じく北区王子出身の19歳のラッパー。 YouTube で公開された PV にこうと一緒に出演していて、こうの相棒的な存在だ。彼は小さい頃フィリピンから日本へ引っ越してきて、今はコウと同じく団地に住んでいる。お母さんが17の時に俺を産んで、ああ、はい、あ、若いね、はい、で、母さん日本来て働いて、で、父さんがあれですね、覚醒剤、薬中で、で、別れて、で、こっちの人と母さん再婚してで、こっちに住むようになって、もうよく金のこと喧嘩してたんですよ、親が。
で俺もじいちゃん家、喧嘩してる時じいちゃん家逃げたりして。あ、おじいちゃんも団地の中。じいちゃんも自分家この強盗なんですけど、自分家が向こうで、でじいちゃんがこっちなんですよ。こっち側の13階で。自殺そこあったっすね。そこの10号棟。それは知ってる俺も。8号棟もあの網の方に、あの網あるじゃないですか上。うん。あそこに落ちてぐっちゃぐちゃになったやつもいますね。マジで。網の上に落ちるよね結構ね。はい、何なんですかね。高いから飛ぶんじゃないですか。これいい、これいいや、これいいやって。やっぱ金じゃないですか。団地ってあれ給料がどれぐらいもらえるかで。家賃もどれぐらい払ってくださいって言われるみたいな。だから多分団地にそういうあんまりいいとこで働けない外人さんがいっぱいいると思います。8歳の時に来ていじめられてたんですけど、コウ君の友達みたいにフィリピン人だからみたいな、肌黒いなって気にせずに、半年ぐらい経ってから俺が逆にいじめる側になって、そっちまで成長したっすね。ここがオレンジっす。まあ下等っすね。これ今昔俺の部屋だったんですけど、今母さんの兄貴が使ってて、俺はもう使えなくなったっす。何人住んでんのここに。5人っすね。団地に住んで寂しいなって思ったことはないっすね。ちっちゃい時は家が退屈だったら外に出れば子供もいっぱいいて友達もいっぱいいて遊べるし、連絡すればここに集合みたいな感じでいつも遊んでくれるんで、別世界ですね。俺に言うとすごいとこっすね。綺麗ですね。まあこういう環境でやっぱりここから出ていきたいっていう意識とか。まああるっすけど、やっぱ気持ちいいっすね。こっちの方が落ち着くっす。自殺が多いとか不良が多いとか貧乏なやつが多いとか、まあそういうとこかもしれないですけど、まあそれは別にあんまりだからどうだすげえだろうとかそういうのは別にない。ここに生まれてここで育って、たまたま団地で、たまたま王子で、たまたまリバーサイドで川沿いで、ここが地元だから好きなだけですね。人それぞれ生まれたとこにプライドがあるんじゃないですか、ね、その夜リバーサイドモブがリルコーと一緒にライブをすると聞き、渋谷にある会場に駆けつけた。ディックなプシー、ディックなプシー、みんな大好き。まるでルイ・グチ、お尻のプリプリ、おしかととか無理だ、好きなもんは好き。ロール・ライケ・スシ。初めてライブやったのが18の時 で、俺がライブするっていうので、地元の友達も20人、30人ぐらいまでいっぱい来てくれて、緊張して歌詞が飛んじゃってで止まったんですけど、そしたら友達たちが代わりにその自分の忘れた歌詞を歌ってくれて、それは感動しました。紹介させてください。ガンスミスプロダクションから、中だと生きてるってことを教える場みたいな、目立ちたいですね。ひどい方向行った先輩、オラオラ系ですぐ人刺したり、結構役衆だったり、そういうやつは周りにいっぱいいます。で俺たちは俺たちでその道を脱線してヒップホップで頑張ってるみたいな感じですね。よりも俺が好きなのは女の子の裸。あいつマジでうぜえよ、あいつマジでうぜえよ。
ガリガリな体にタトゥー入れてるプレイボーイ、なんで女にモテんのか意味わからねえ、雑誌に載ってるからって調子にも乗ってんぞおい、いつも流行ってるもんばっかつけてるらしいじゃん、ベルサーチの時計と口元に金歯、ベルトならグッチ、無駄遣いしすぎ、 TV でくじ着てんのも見たけどかなりくだらない、めっちゃつまらない、ムカつくからたまにコメントしてうさばらし、エロいバカな歌詞、下ネタの話、あいつのこと嫌いだけどなんか羨ましいです、シェジンジタカーだろ、彼らは世間からどう見られてるかはわからないが、団地というコミュニティに属しているからこそ特別な仲間意識が生まれ、ラップシーンに新しい風を吹き込んでいるように見える。I love haters, I need more haters, マジでヘイターに感謝する。 Yeah, yeah, yeah. ただ生きてるだけ、やりたいことだけ考えて絶対そうなれると思うんで、みんなやりたいことをとりあえずやればいいと思います。適当な男純粋だから、他人は気にしない生き方、適当な男純粋だから、 Fly boy 自由気まま、純粋だから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 。